随分と奥まった部屋を押さえたわね。他の人間に聞かれるわけにはいかないもの。特にセントイリスの貴族連中にはね。そうね。こんなこと、連合軍のお歴々の皆様が腰を抜かしてしまう案件だものね。私もまさかと耳を疑ったわ。それで、目撃された騎士の剣には、確かに青いバラの衣装が施されていたのね。はい。外の部隊からの情報です。間違いありません。青バラの剣。セントイリスにおいて、それを所持することを許されているのは、後にも先にも、一人しかいないはず。元騎士団長、ブルーローズか。まさか今になって、その名前を聞くことになるとはね。メアリー。あなたの先代の騎士団長ブルーローズは公式には死亡とされているわけだけど、あなたこれについてどう思う？あなたの見解はどうかしら、ブラックフライヤー。世代と年齢を考慮していただけます、先輩。そうね、あなたたちの世代には彼女について詳しく知る者はあまりいないものね。私もフィンチリーもブルーローズの時代にはまだ騎士になっていないわ。記録と逸話でしか存在を知らないのよ。でもあなたは彼女についてよく知っているはず。史上最年少で騎士団長に任命された伝説の騎士だものね。それだけじゃないってことは分かってるわよ。あなたにとって騎士団長ブルーローズは特別な人。悪いけど、あなたの過去について少し調べさせてもらったわ。別にいいわよ。あなたが調べたのは公式記録の方だろうけど、そこに記載されていることはほとんど事実だからね。あの人は昔から自由な人だった。一人でふらっといなくなっては霧を晴らしてきた。なんて、よくある話だったわ。そして消息を絶ったのも、そんな風に一人でどこかに出立した時のことだった。つまり死んだところを誰も見ていないのね。ええ、でもそれ以後各地で目撃談を耳にするようなこともなかったわ。それになんとなくいなくなっても不思議じゃない状況だった。いなくなる前、彼女に不審な点があったとか？遺言状を残していったのよ。次の騎士団長に私を任命するってね。ご丁寧に正式な推薦状も一緒に置いていった。まるで騎士団を私に託すとでも言うように。死亡扱いになるだけの理由はあるということね。どうしても騎士団を離れる必要があったという可能性はないのでしょうか、メアリー殿。あなたのように。どうかしらね。一つ言えるのは、ブルーローズは私たちの前から消えてしまったということ。これは事実よ、彼女の安否に関わらずね。ただ今回目撃された青バラの騎士に関してはブルーローズではないと考えるわ。仮に生きていて自ら消息を絶ったなら、今さら私たち騎士団にバレるような格好でセントイリスをうろつき回るとは思えない。そういうこと。では今回のブルーローズ団長と思わしき者は、玄武が見せる幻影の方向で考えた方がいいということですね。外の部隊が目撃した場所も大規模な玄武が多発するせいで放棄された立ち入り禁止区域。幻影、あるいは何者かが模倣した思念体と見て間違いないでしょうね。ただたとえ偽物だろうと、ブルーローズの姿をしているのなら油断はできないわ。戦うことになれば死闘は避けられない。だからこそメアリー、あなたを招集させてもらったの。本件は少人数の熟達したトレインナイトで秘密裏に行動する必要がある。わかったわ。そういうことであれば私が適任でしょうね。ではメアリー、2班で事態に当たるとして、あと1人
同行させるものを選んでちょうだい。私はフィンチリーと行動するわ。ゼロ規制時代から外の部隊、そして特鉄隊に至るまでずっと私はこの子と行動を共にしてきた。セントイリス騎士団において私が命を預けられるのはフィンチリーを置いて他にはいない。先輩、適切な人選をしただけよ。フィンチリー、あなたも私に命を預けられるわよね。もちろんです。私は先輩にならいつだって命を預けられます。よろしい、頼りにしてるわよフィンチリー。ではメアリーも最も信頼のおける仲間を一人選んでちょうだい。最も信頼のおけるものね。なら私が指名するのはもちろん。あんたもつくづく厄介事が舞い込む星のもとに生まれたもんだね。アラン、大体はリカルドが持ってきていただけよ。むしろ生み出していたと言ってもいいわね。まあおかげで退屈はしなかったけどね。あんたもトラブルだとわかると楽しそうにしていたね。毎回巻き込まれるこっちの身にもなってほしいもんだ。あら、そんな風に思ってたの？でも今ならいいでしょ？旅暮らしからいきなり寮生活になって退屈な毎日だったはずだもの。私は別に旅で退屈を紛らわしていたわけじゃないし、引きこもっていることは嫌いじゃないんだけどね。まあでもあんたが指名できるのなんて私くらいのもんだろうから付き合ってあげるさ。感謝してる。相棒を選ぶならあなた以外考えられなかったから。セントイリス騎士団の事情は知らないけれど、あんたの前の騎士団長となれば相当な相手だろうね。おそらく偽物とはいえ生半可な戦士では影すら踏めないでしょうね。なーに、影を踏む必要がない戦い方なんていくらでもあるさ。あなたのそういうところ好きよ。私はまっすぐ影を踏みに行くからよろしくね。それにしても驚いたわ。まさかあなたの口から連れて行きたいのがいるなんて言われるとは思ってなかった。そうかい。十分な強さがあって信頼できる相手だ。連れて行くのに何の問題もないだろう。ええ、戦力としては申し分ない。頼りにさせてもらうわ。失礼します。途中の警戒区域を無事に通過しました。降車ポイントまではあと少しです。ご苦労様ミヤコ。降車に備えて少し休んでおきなさい。いえ、私は全然疲れていませんので大丈夫です。いいから休んでおきな。この先休憩できる保証はないんだからね。友禅さんがそう言うなら素直なのね。私はいつだって素直ですけど、何かおかしかったですか？好感が持てるって思っただけ。気にしないで。みんな揃ってるわね。では最終確認を行います。目的地の廃棄された鉱山都市はレールが通っていないため、ミストトレインで直接向かうことはできません。そこで最も近い地点にて降車し、徒歩にて侵入、後二班に分かれて捜索します。なおさまよう生の目撃例もありますので十分に注意していただきたい。言わなくても分かっていると思うけど、今回はあくまで調査任務だから深追いは禁物よ。そっちの班の最終的な判断は車掌さんに任せるけれど。目標の橋が見えてきました。あそこを通過したら降車ですよね。そうだ、絶対に私たちについてくるんだよ。もちろんです。友禅さんに
ご迷惑はかけません。声をかけて都の緊張をほぐしてやろうと思ったが、その必要はなかったみたいだな。フィンチリーが都くらいの年の頃は、任務に行くとき、いつもガチガチに緊張していたわよね。先輩、今ここでバラさないでくださいよ。何言ってるの？そんなあなたが市長をくぐり抜けて、今ここに立っている。誇りを持って私の隣に立ちなさい。はい。校舎と同時に私とフィンチリーで周囲の安全を確保するわ。ミヤコは今だけこちらを手伝いなさい。メアリーとユーゼンには車掌さんの護衛をお願いするわ。任された。さて、いよいよだね。青いバラとやらがあんたの元上司かどうか暴いてみようじゃないか。ユーゼン、改めて引き受けてくれたこと感謝するわ。改まるんじゃないよ今さら。ほら行くよ。隊列を乱さないように受けてみなさん。これが戦闘入り最速の剣よ。私はもう迷わない。かつての無駄は色までに出ない。外の舞台に永遠の勝利。私に勝てるとでも思った？ゲームの洗礼を受けたわね。誰かの思念にゲームが反応したパターンだね。下手をすれば現実と幻の区別がつかなくなる上に、発生源を叩かないと出られないことまである。都、十分に気をつけるんだよ。しかし入り組んだ場所だ。見通しが悪いったらないね。地図を頭に叩き込んだのに、全く無意味になっちゃいましたね。ま、道を覚え直す必要もないだろうけどね。そういえばメアリーさん、さっきから迷いなく進んでいますね。この場所をご存知なんですか？ええ、この町は私が騎士になりたての頃に任務でブルーローズと訪れた場所よ。私にとって初めての大きな戦いだった。あの人の強さは異次元だった。多くの犠牲者を出したと言われる戦いだったけれど、騎士団が駆けつけてからはほとんど犠牲者は出さなかったもの。そんなに強かったんですか。確か伝説の騎士団長と言われていたんですよね。そう呼ばれていたのは別の騎士団長だと思うわ。あ、そうでしたか。これは失礼しました。伝説の騎士団長って呼ばれてたのはメアリーのことさ。ちょっとユーゼン、史上最年少で騎士団長になったセントイリスの神童、ブルーローズの後を継いだ期待の星。古本屋に行けばメアリーをモデルにした英雄譚がたくさん並んでるはずだよ。ユーゼン！なるほど。メアリーさん、とても強いですもんね。強くなければ、推薦状があっても騎士団長になんてなれないのよ。私があなたぐらいの年の頃は、毎日白馬で剣の鍛錬をしたものだわ。小さい時から厳しい修行を重ねていたんですね。道理でベルサイユが叶わないわけです。都とベルサイユも
こっちに来た時洗礼を受けたって話じゃないか。はい、あのベルサイユが手も足も出なかったので、私は不法侵入者としてきつい尋問を受ける覚悟を済ませていました。確かにあの強さなら伝説と呼ばれるにふさわしいと思います。お墨付きをありがとう。メアリー、あんたがブルーローズと訪れたことがある場所だっていうなら、偽物だとしてもその騎士団長様がいることはほぼ確定したようなもんだ。そいつがいそうな場所に心当たりはあるのかい？ええ、もしも当時の幻だというのなら、ブルーローズがいるのはきっと多くの人を避難させた教会のはず。あの人はこの町にたどり着くなり、正面のミストモンスターたちを部下に任せて一人で教会までの道のりを切り開いた。そして絶対に安全な場所を確保して多くの住民を救い出したの。随分と豪快な人だったんですね。ええ、彼女を追いかけるのは大変だった。でもそれが隊員たちの士気を高めてくれたの。いつだって自分の前には団長がいる。その事実は勇気や覚悟、そして自分があの人の背中を守るという強い気持ちを私たちに与えてくれたわ。トップが一番に突撃するなんて、部隊の割り方としてはおかしいと思いますけど。一般的にはね。でもそれでうまく回ったのがブルーローズが率いる隊だったの。ミヤコも尊敬する人の背中を追いかけたいという気持ちはわかるでしょ？それなら、まあ、わからなくはないですけど。ならよかった。その背中、大事に追いかけなさい。さて、この先の角を曲がったところが教会よ。みんな、油断しないように。同じ惨劇は繰り返させない。一度までは勝てない。外の舞台に永遠の勝利。受けてみなさい、これが戦闘入り最速の剣よ。私はもう迷わない。安心して見守っていてくれ。さて、ブルーローズの幻影がいるとするなら、この扉の先ね。ユーゼン、行くわよ。任せておきな。外れだったようね。でも一番ミストモンスターの警戒が強かったのはこの場所だ。何かあるのは間違いない気がするね。中を調べましょう。車掌もミヤコも中に入って。すごい連携。どうして二人は互いのやるべきことが分かったんですか？事前に打ち合わせをしていたんですか？そんなの、ねえ。見飽きるくらい一緒に旅してきたからね。何考えてるかなんて、大体わかるってもんさ。私とベルサイユだって、呼吸を合わせるのは得意ですけど、さすがに目くばせくらいはしますよ。一体、お二人はどれくらい前から知り合いなんですか？少なくとも特鉄隊が発足するずっと前からね。まあ、最後は単独行動することが多くなってしまったけどね。ということは、ユーゼンさんがレジスタンスだったわけですから、メアリーさんも同じようにレジスタンスだったってことですよね。よく敵対する特鉄隊に加入するなんて決断ができましたね。
まっすぐね、都は。本当に面白いわ、あなた。すがすがしいくらい言葉を選ばないだろう。ここまで素直だと好感が持てるってもんだね。何も面白いことなんて言ったつもりはありませんけど。友禅さんはお人形を探すという目的のために動いています。だから特鉄隊にいるというのは理解できるんですよ。ミスタトレインは各地を旅するのにとても便利ですから。もしかしてメアリーさんにも友禅さんのように別の目的があって、それでレジスタンスに協力していたんですか？いいえ、レジスタンスの行動理念こそ私の目的だった。だから最初は特鉄隊は邪魔な存在だったわ。そもそもレジスタンスを作り上げたのは私たちよ。特鉄隊のやり方では救えるものも救えない、そう思ったから自分たちの道を行ったの。じゃあ今こうして特鉄隊にいるのは目的を変えたからなんですか？いいえ、手段が相入れないだけで最終目的は同じ、霧のない世界を目指すことだった。そして今は特鉄隊と目指すべきところが全く同じになった、そういうことね。都、あんたはもう少し物事をいろんな方向から見られるようになるべきだね。私もメアリーも信じる道があって突き進んできた。それは今も変わっちゃいないのさ。そうなんですか。いまいちピンときてない顔だね。でもいいさ、そのうちわかるようになる。誰だい、あんた。追いかけます。都？空間がねじ曲がっているね。友禅が何かあると言っていたのはこのことね。どこにつながっているのか。とにかくすぐに追いかけましょう。ここは？都！友禅さん、あの少女を見失ってしまいました。そんなことはどうでもいい。あんた怪我はしてないね？大丈夫です。ただ空間を移動しただけですから。まったくもう。とにかく今はあの子を追わなくていい。どうしてですか？あの少女がこのゲームが生み出す空間に関わっているのは明白だと思うんですけど。確かにこの場所が何なのか暴く上であの少女には近づきたいさ。でもこんな場所で誘うように動く幻影や思念体は細心の注意を持って近づかなければいけないよ。ゲームが見せる罠だってことも十分にあり得る。仮に罠じゃないとしても同じことさ。あの少女が本当に何かを伝えたいのだとしても深追いは厳禁。ミストモンスターは少女の動きに関係なく襲ってくるんだからね。下手に追えば罠にかかるのと同じ結果になるのさ。ほら、言ったそばからうろついてる。ミストモンスター、いえ、これは人間？参ったね。面倒なのが現れたか。この人たちは。メアリー、まさかこのさまよう生たちが知り合いだなんて言うのかい？いいえ、知り合いじゃないわ。ただ彼らが着ている村祭り用の衣装には見覚えがある。ということはもしかしてここもかつて訪れた場所かい？
ええ、この村もかつて私がブルーローズ隊として駆けつけた場所。彼らは助けが間に合わなかった人たち。そうかい、嫌なものばかり見せてくるね、ここのゲームは。とにかく見つかって囲まれないうちに抜けるべきだ。ミヤコ、私と二人でメアリーをサポートする形で行くよ。右側は任せた。わかりました。じゃあメアリー、次に向かう場所に見当をつけておくれ。そう、ここは私があの人に貫かれた場所。メアリーさん、あの少年もきっと彼らと同じよう。まずいです、さまよう生がこっちに気づきました。メアリー、ごめんなさい、次の目標よね。二度目はないよ、気をつけな。じゃあ突破するわよ、私についてきて。すごい、一瞬で3体も。ミヤコ、遅れるんじゃないよ、足並み揃えないと一気に囲まれるからね。